ザフィルルカストは、蛍光ロイコトリエンジュ用体気候薬の一つであり、気管支ぜ息の治療に用いられる。しばしば吸入ステロイド薬及び、または長時間型気管支拡張薬と併用される。錠剤であり、1日2回服用する。類薬のモンテルカストは、1日1回である。またゴリポキシュゲナーゼ阻害薬のジレウトンは、1日4回投与である。ザフィル,ルカストは、 台湾、中国、英国、イタリア、スペイン、米国、カナダ、ブラジル、トルコ等、世界60カ国以上で販売されている。商品名、アコレート、アストラゼネカ製造販売。劇症肝炎を含む重篤な肝機能障害を起こすことから、日本では2014年に販売中止となった。添付文書に記載されている重大な副作用は、劇症肝炎、肝機能障害。 横断、無顆粒球症、抗酸球性、肺炎である。1977年7月、米国 FDA は、ザフィルルカストを服用中で、蛍光ステロイドを減量中の患者について、下記のように添付文書に記載するよう指示した。警告抗酸球性疾患、ザフィルルカスト服用中で、蛍光ステロイドを減量する場合、抗酸球増加、血管拡張性、牛ろ 肺症状の悪化、循環器系合併症、神経障害、全身性抗酸急性血管炎が発現することがある。ザフィルルカストとの因果関係は確証されていないが、ステロイドの減量には身長を期すること。ザフィルルカストは、死すると一時容体へのシステニルロイコトリエンの結合を阻害し、軌道強作を緩和し、肺の粘液分泌を抑え、 期間での炎症を低減する。健常成人にザフィルルカスト4 0ラムを単回傾向投与したとき、TMAX は2時間で、CMAX は 697nmLT1 には12から20時間であった。健常男性に2 0ラムを単回傾向投与したとき、T1 には平均5.6時間であった。ありがとうございます。